波速の崩壊とは、波速を構成するそれぞれの波が異なる速度で進むとき、波速の形が時間とともに次第に崩れていく現象のことを言う。防ア模型における電子のエネルギーの離散性を説明するため、シュレーディンガーは波動関数とシュレーディンガー方程式を導入した。シュレーディンガーは、シュレーディンガー方程式を満たす波動関数が、 原子の周りを一周しても波形が変わらないことから、導いたエネルギーのセンスペクトルが、ボーアの量子条件で示されるものと一致することを、示し成功を収めた。ただし粒子である電子と波動関数との対応関係については、シュレーディンガーは、電子は実在する波そのものであると考えた。重ね合わせにより作られた波速を考えることで、 波動関数を粒子病像と対応づけられると考えた。しかしその後、ベルナーハイゼンベルクによって、シュレーディンガー方程式を満たす、波動関数から作った波速は時間とともに崩れていくこと。またシュレーディンガーが具体的に示した波動関数は、波速が崩れない極めて例外的なケースであることが指摘され、シュレーディンガーの考えは退りけられた。 その後ボルンによって波動関数は確率を表すと考えることで物理量を計算することができることが示され現在に至っている。ありがとうございます。